さんこんにちは、ダイビングインストラクターのシュウです。今日も熱烈先生のダイビング講座始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、セッティングの関係のお話をしていきたいと思います。どういうお話かっていうと、1本上がって2本目に移るときとか、2本目上がって3本目に移るときとかに機材を、新しいタンクに交換するときのやり方を教えていきたいと思います。これに関しては結構いろんな方がですね、要点を得てなくて、この時間で船酔いしてしまうとか、かなりこの交換に戸惑ってる人とかがいらっしゃるので、その辺を少し練習しながら、すごい素早い交換のやり方っていうのを教えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、こちらに今日は今、セットされてる機材があります。これが1本目が終わった後のセッティングされてる機材です。これを今こちらの新しいタンクに交換していくっていうようなやり方ですね。ベテランの皆さんはほとんどやれてると思うんですけども、ちょっとセッティングが苦手だなっていう人とか、毎回この時時間かかるんだよなっていう人なんかは、少し見とくと、得な情報じゃないかなとは思います。最初に当たり前のようですけど、タンクバルブを閉めていきます。タンクバルブを閉めます。で、空気圧がまだ残ってますから、圧力をオクトのパージボタンで抜きます。で、圧力がゼロになった時点でファーストステージが外れるんですけども、結構多くの方がこれを外した時点で、このファーストステージに水が入り込まないようにですね、このダストキャップをこの時点で吹かす方って割といらっしゃると思います。で、一本一本ですね、ダストキャップをこうやって吹かした後に、キャップをつけて、で、BC を外してっていうやり方の方がいらっしゃるんですけども、この動作が一番僕はいらない動作かなと。というのは、1本目、2本目、連チャンで行くときっていうのは、このまんまキャップをつけずに変えちゃった方が圧倒的にスピード感も速いですし、このファーストステージにとっても、この間水が入らないことだけ注意してあげれば、そっちの方が、1回1回キャップのちょっと濡れたのを締めるよりかは、ここもより安全になると思います。で、じゃあどういうやり方をするかっていうと、この状態から外しました。で、このキャップを閉めるんじゃなくて、少しここの上に水が入らないように上目に向けてこういう状態にしておきます。で、この状態からこっちの同じ手で BC のトップをこういう状態で持ちます。で、 BC の今度は一番背中部分で上にかかっているところも外してしまって、で、後ろを外します。そうするとこういう状態になります。ファーストステージもあって、 BC もあって、こういう状態ですね。で、このまんま新しいタンクのキャップを、満タンのキャップを外して、このまんまつけていきます。で、ここで結構皆さん BC を一生懸命こんなんやるんですけども、通常の皆さん使ってる BC だと両手使わないとできないこともあるので、 BC は後回しにします。かけるだけかけたら、先につけるのはレギュレーターです。で、この時点でこっちの手は離しちゃいます。BC は離しちゃいます。で、BC は今グラグラな状態です。でも、レギュレーターを先につけます。ここに、やっぱり長時間水が入らないようにしないようにですね、ここにセットします。で、から、それからこれを高さを合わせて締めると。で、こういう締める式のやつのはここでグッと締めてからバチンと倒すというようなやつですね。これが動作がすごい短縮される動作です。多分一番厄介なのが、この外してダストキャップを締めて、で、一回レギをこの辺にちょっと置いて、で、BC を外して、で、ここに置いて、タンクをどかして、で、こっちのタンクにして、で、 BC のまず高さを合わせて、で、その後にまたダストキャップを外して、で、つける。この動作をやろうとすると最初のセッティングと同じ状態になるので、結構面倒です。はい、じゃあスピードちゃんとした速い形での機材の交換をちょっとやっていますので、もう一度よく覚えてくださいね。はい、バルブを閉めます。圧を抜きます。
で、ファーストステージを外します。水が入らないように上向きにして片方の手で BC も一緒に持ちます。で、BC を外したらそのままこっちに変えて、 BC はそのまま先にレギュレーターをセットします。で、その後 BC の高さを合わせて、で、こちらをガッチェンと締めると。で、タンクを開けてチェックする。これがスピード感ある機材交換のやり方です。そうすることで、この手間がないだけで船の上でやる作業としては船酔いも防げますし、また上がってきてこう疲れた体で疲労感もこの面倒くささもだいぶ省略されると思うので、ぜひ覚えておいてください。この機材の簡略されたタンク交換のやり方、これがみんながスムーズにできると、まあ機材もみんなバラバラしないので、一回一回外してこのままドボーってみんなが置くと船の上もあちこち散らばっちゃうので、覚えておくとすごい便利だと思います。はい、今日はちょっと簡単なお話でしたけども、覚えておくと便利な機材交換のお話でした。またじゃあ次回、江添先生の講座お楽しみにしてください。今日はありがとうございました。